で目指すのです。そうですね、まだまだ可能性は、いくらでもあるというか、なんかそういう問題だと思うので、本当に、自分の可能性を信じていきたいと思います。ありがとうございました。1700キロですよ、1700キロ。あ、1400キロか。大好きだから。ネットカフェで、ネットカフェが2000、3年ぐらい、2000。寝れるとこやろ。寝れるんだけどね、パソコン買って仕事してたずっと。いや寝ようと思ったけど、結局寝れずに。寝れんかったんだ。それで朝からね、それもある。それで朝から、朝5時から。青森の街をずっと撮影して回って、7時10分も、あるも。朝から寒いのに、いや大雪を取りに行ったんだから、わざわざこんな危ない日に行ったよ。そしたらあんまり大雪降らんかったよ。でもある程度降ったからふかふかの雪がねいっぱい取れた。これで、ね、高速バスが僕には信じられんぐらいあの雪道を走ってね、よく抱きるなと思って、ね、いやそればっかりやってる。そればっかりっていうかそれが仕事だからもう得意なのよ、僕からすれば信じられん。めっちゃ危なそうに見える。お母さん雪道